香りよ、香り最高なんですよ、これが非常にたまらんのです、これ。どうもりゅうちゃんです。はい、ということでですね、今日はね、ものすごく大好評なんですね、至高シリーズ定番おかずをちょっと一手間加えて最高の味にするっていうようなやつでやってるんですけども、今回僕がやりたいのは豚キムチです。ちょっと一手間加えて、最高にうまい豚キムチっていうのを皆さん食べてみたいじゃないかなと思いまして、かなりね試行錯誤して、作ったレシピなんですけど、まあそんな変わったことしないんですけども、とにかく味付けがうまい、僕が一番試行錯誤してきてうまいなと思った豚キムチを皆さんに紹介します。材料説明、いきたいと思います。豚肉なんですけども、今回ねこま肉を使います。バラで作る方一番多いかなと思うんですけど、バラだと僕的にはちょっと油が多いので、今回こま肉を使っていきます。あとキムチ、同量のキムチ 160g ですね。豚こま160、キムチ160、1対1の割合です。玉ねぎが4分の1 50g 入ります。とニンニクなんですけども、これ半かけ分、このシンプルな材料で今回はやっていきたいと思います。これね本当にいろんな作り方があるんですよ。今回はコンセプトとしては最もご飯に合う豚キムチです。ご飯に合う豚キムチを作っていきたいなっていうふうに思います。だから少しね甘めに仕上げます。はい、豚こま肉はですね、軽くね塩振ってください、はい、こんな感じで、ほどけさせまして、薄力粉を小さじね4杯薄力粉がまぶされることによって、肉がねこま肉でも柔らかくなって、タレがね絡みやすくなるんですね。炒め物する時でもとかでもね覚えておいた方がいいです。はい、非常に使えるテクニックになります。肉一枚一枚にこう薄力粉をまぶすような感じでやっていってくださいね。これで、お肉の下処理は終了。はい、じゃあ次にですね、僕の下処理をしていきます。はい、ハイボール適量加えてください。こうすることによって表情が柔らかくなります。はい、玉ねぎなんですけども、そんな薄くスライスする必要はありません。1センチないぐらいの薄さに、スライスしてください。こんな感じですね。はい、玉ねぎはね具としても楽しみたいので、太めに、ニンニクはですね皮を取り除いておくだけで大丈夫。あとで、ね、すりおろし言いますね、これは。そしたらですね、フライパンに火をつけてください。ごま油をね熱しますね。大さじ1ぐらいです。大さじ1のごま油を入れてください。ごま油で炒めることによってかなりねいい香りがつきますので、これがねキムチと豚と相性がバッチリです。これぐらいごま油入れるので、豚バラじゃなくて豚こまがいいんですね。豚バラだと油がね結構出ちゃうので、豚こまが最適だと思います。でこま肉も広げてください。焼き目をつけたいので広げながら焼いてください。焼き目がね均等についてね美味しくなりますね。全体に焼き目がついたら、こんな感じでついたら、もうね、いい香りがしてきました。豚の、焦げた匂いがね、すごくいいです。豚の焦げた匂いに、この玉ねぎが加わることですごくね、焼いてる時の香りもすごく、良くなってきます。で、この匂いを、利用して豚キムチ、最高最高。この感じでですね、玉ねぎもしなっとさせていきますね。はい、甘さがプラスされるんですね、香りが。外パフォーマンスが高いので、普段使いできる料理なんです。玉ねぎもね、ちょっとね、ちょっと透き通って、しなっとしてみたら、キムチ。さっき説明し忘れたんですけども、国産の甘めのキムチの方が美味しいです。旨味がたっぷり入ってます。お砂糖小さじ1です。甘みが大事なので、甘さを加えていきます。醤油小さじ1です。はい、お酒。これで香りと旨味ですね。おろしニンニクです。半かけ分。これで、ざっと炒めていきます。香りがね、この香りよ、香り香り、これがね最高なんですよ。これがざっくりとね炒めていきましょうね、これね、はい、これがね非常にたまらんのです。これキムチにも火を入れていきますね。ここまで来るとね調理はねクライマックスになってくるんですね。僕もクライマックスになってきました。これにてジエンドですね。何を言ってるかさっぱりわかんないですけど、あんまり水分飛ばすと野菜も全てしなしなになっちゃうんで、これぐらいがいいです。全体の水分がなくなって煮絡まってぐらいが一番美味しいです。
盛り付けていきたいと思います。もうね、本当にねがっつりした男の料理なんで、おネギを、少し、はい、ということで至高の豚キムチの完成でございます。はい、ということでですね、できましたので、ちょっともうクライマックスになっちゃった。もうクライマックスで なくなっちゃった。てってかてっ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 て一番のやつ、いただきます。これと豚キムチ反則でしょこれ。じゃあいただきます。豚キムチね、あのやっぱ甘みが大事なんですよね。お砂糖入れたと思うんですが、あのお砂糖とこの玉ねぎの甘みがすごくね、この豚キムチのね尖りをなくしてるんですね。お酒もすごい合うんですけど、米欲しくないなと思うこれね。僕の中で、ね、米騒動が起きてるんですよ。めちゃめちゃ美味しいです。いやーうまいなこれは。これ本当に美味しい。肉がねもっさ柔らかいですね。豚こまって硬くなりがちなんですけども、これに至ってはね全く肉硬くないです。玉ねぎのシャキシャキ感のアクセントがね、たまらない。僕にしては珍しく出汁を入れてないんですよ今回。なんでかっていうと、キムチに旨味がものすごい入ってるので非常に味が強いです。これキムチってこんなに旨味を蓄えてるんだなっていうのが非常にわかる素晴らしいレシピでございます。これはコストも安い、米にも合う、ビールにも合う、こんな素晴らしいレシピがねあったなっていう感じですね。CM 来るぞこの豚キムチで。 CM 来るわ。あ、たまんな。楽しみすぎです。すいません、一つ言っとくと、使ったキムチはコクうまいです。これです。非常に美味しいので、日本産のキムチ使ってください。ぜひ韓国産のキムチだと味付けを変える必要があると。日本産の甘いご飯に合うキムチにしてください。非常に美味しい、クオリティの高い豚キムチになるので、これプロモーションじゃないですからね。でただただこれ僕は好きなだけなんで、ぜひ皆さんも一緒に優勝しましょう。はい、ということでね、今回の料理うまそうだなとかですね、作ってみたいなとか、これで飲んでみたいなとかね思った方は、ぜひぜひチャンネル登録および高評価よろしくお願いします。